Sugire-san, 5、5に行きます。これからもう、ブッダの世界、知恵の世界、ヴィパッサナ瞑想のこの下脱を目指す瞑想の道に入ります。で、そのための下準備ですね、やったのは。集中力がある、喜びを感じられる、悩み苦しみもない、明るい、超越したものに挑戦できる人間、精神の体ができてから、次に行くんです。レッスン5に行くんです。レッスン5は、やらなかったら死ぬことに瞑想するんです。いくらなんでもこれやらなかったら死にます。そこでこのやらなかったら死ぬことをまずリスト作ってみましょう。それで知恵が現れます。1は呼吸なんです。呼吸しなかったら死ぬんです。それで考えてください。ただ空気が入ったり出たり入ったり出たり、これで命なんです。なんで止まらないんですかね。何も尊くでも何でもないんで、ただの自然の流れなんです。空気が入ったり出たり入ったり出たりするだけ。これ止めたら人は死ぬんです。地球上の生命は誰だって死ぬんです。だから神様のおかげではなくて空気のおかげさまでしょうね。だから一呼吸、それ見ると呼吸って大胆なことじゃね、あの中国文化でインド文化で教えているあの宗教っぽい迷信っぽいあの物語捨ててください。呼吸にあって気が動いてあってすごい宇宙のエネルギーが体に入るとか、あんなのもう非科学的な迷信の物語捨てて、目の前で空気が入ったり出たりするだけなんです。我々は宇宙空間の空気吸ってるわけじゃないんです。目の鼻の先にある空気を吸ってるんです。だから見たらこの空気、こちらにある空気が鼻から中に入って出ていく。それだけ。それで命なんです。空気。それから、やらなかったら死ぬことまたありますよ。食べること。食べなかったら死にます。肉体の中でたくさん栄養を保管していますからね、朝ごはん食べなかったら死ぬわけじゃないんです。昼ごはん食べられなかったら死ぬわけじゃないんです。だいたい7日間ぐらい、1週間ぐらい食べなくなっても人は死にませんよ。その間で体に保管している栄養は使いますけど、その分体がすごく痩せますね。で、それから死にますよ、もう。だから、知識的に言えば、脳みそに、なんて言いますか、砂糖ですけど、グルーコースですけどね、なくなったら一分も持てないんです。だから本当は我々はもうね、14時間栄養をとってるんです。細胞は弾けちゃうんです。糖尿病で薬ちょっと飲んだら時々ガクンと血糖が下がっちゃうと。倒れるでしょ？コマになっちゃうでしょ？コマになっちゃうともう復活もできないんです。壊れたところはもう壊れたまんまで脳細胞が。いかに危険かと。だから空気と同じ。もう熱中症が毎秒毎秒、ずっと細胞に栄養が入らなくちゃいけない。我々は物質取り入れは1日3回。か4回か20回もやる人いるかもしれませんけどね。
で、まあそれやりすぎて、まあそれはね、もう大体まあ1日1回だけでもまあ物質を取り入れなくちゃいけないんですね。初期のもの排泄死にやらなかったら死にます。例えば尿でも小尿でも出さないで我慢したら、あ、ものの見事にその人死ぬんです。だから命の価値って何ですかね。便所に行かなかったら死にてしまうぐらいの命でしょ。で、食べなかったら死んでしまう命でしょ。呼吸止まったら死んでしまう命でしょ。だから死にそう止まったら人が死ぬということは、死にそう止まったからで人は死にません。死にそう止まったら物質、心臓はあれでしょ、宅急便だからね、宅急便の本社だからね、酸素と栄養が運べなくなっちゃうんです、各細胞に。それで細胞たちが死ぬんです。心臓が止まったからって大したことはない。手術とか医者も心臓止めさせるでしょうね、無理やり。それで死にません。死ぬのはもう栄養がなくなったら1分終わり、さよなら。酸素がなくなったら2分、さよなら。はい、そのリストなんですね。っていれば大したリストじゃないね。呼吸と食べるものと排泄ですね。これが命の三原則です。恥ずかしいでしょうね。すごい神様の贈り物だと思っていたんだけどね。だからこの命に対する執着を一応控えましょう。こんなくだらんもんなんです、生きるということは。ではそれは瞑想に使いましょう。で、今度、ヴィパッサナ瞑想の場合は、まあ、私は個人的に、あえてこの呼吸の瞑想っていうのは、ちょっと置いておくんです。置いておくのは、やってはいけないことではなくて、ちょっとやり方が少々変わったりして、それだけで、完全フルバージョンの瞑想になっちゃうんですね。だから、他のことは入れられなくなっちゃうんです。お釈迦様がこの呼吸瞑想が感染プルバーシェンで下脱になったするまで別に教えてあるんですね。だから我々は四念住教の元参考に、それを元にしてヴィパッサナ瞑想を教えてるんだから、軽く教えられますけど、それ以上はまあ説明しないことにはするんですね。だから私は自分の自己判断で、このリストの中で残り実況してくださいと言うんです。食べる瞑想と排泄の時の瞑想で、排泄の時の瞑想っていうのは、まあ、ちょっとあまりこうそれで悟るというケースは記録されてないんだけど、やっぱりその時でも体やってることを伸ばす、取る、行くとかね、で実況してみてください。それから排泄する前の感覚、すごい嫌な感覚、それからどんどんその嫌な感覚がなくなって普通の感覚に戻るという、この感覚変換もチェックして、あ、気持ち悪いか、今気持ち悪い感覚です。どんどん減っていく。その気持ち悪い感覚が減っていく。それで、あ、落ち着き、普通の感覚に戻りました。で、そこもちょっと実況を続けて、そこのトイレの他のこともね、きれいにすることやらね、まあ、トイレの修行結構出家にはありますよ。まあ、それは最近はあまり関係ないか言わないかどうか分からないんだけどね、トイレは入ったら出る前に元通りにしなくちゃいけないんです。
何に通すものを動かしてはいけないんです。ものは何を使ってもいいんです。使ったものをすべて元に戻すんです。水一滴でも落ちたらそれは拭いて置かなくちゃいけないんです。だから次の人、入る人にとってはもう誰も入ってない通りやという気持ちになるようにしなくちゃいけないという決まりがあるんです。仏教では。で、まあそこを考えていけば瞑想になるんです。で、元に戻しますとかね、そこで瞑想でしょ。で、手順を取ったり、だからトイレットペーパーとかね、だからもう取ったままでダラーンと落ちてもそのまま出ていく場合は、ね、気持ち悪いんで、やっぱり元にどうあったのかといって、そこは元にちゃんと戻って、そういうふうに実況中継しながらトイレの用事を済む。まあそれでも心の安らぎ、落ち着きが生まれてくる。そこで瞑想を通してやるのは食べる瞑想なんです。食べる瞑想はもういきなり下脱を目指してやってることだから、これからちょっと厳しくはなります。時間的に45分ぐらい用意してください。それから食べる間では誰とも喋れない、コミュニケーション完全にカットする、いわゆるこの出家状態を作る、食世間からきれいに切り離した状態を作らなくちゃいけない。だから首を振ってでも人とコミュニケーションはしない、ちょっと厳しいんです。時間は45分程度。それから一旦仕事、どんな仕事でも始めたら、その仕事終わるまでやりなさいという仏教の道徳があるんです。一つの仕事を途中でやめて、もう一つの仕事を始めて、それも途中でやめて、もう一つ仕事をやめて、それも途中でやめてとか、そういう性格は悟りを目指す人には良くないんです。例えばボールペンで何か書いてそのまま置いておいて別なことを始める、後でボールペン片付きまっと、それはダメなんです。そういうことで、全てこの食べる瞑想で揃ってもらいます。その道徳を食べ始めたら立ってはいけない、何か物を取ってはいけない、食べ始めたら食べることを完了して終わらなくちゃいけない。それでやり方なんですけど、人と喋ってはいけないんだから、奥様方には簡単ですね。家の人々は出て行っちゃったら自分一人だけだから瞑想はできます。そうでない場合は、まあ自分の部屋でドア閉めて瞑想すればいいんです。それでも誰かドアに叩く恐れがあるならば、ちょっとあれ書いといてください、メモ、この時間からこの時間までなんとかなんとかね、入るなよと、ドア叩くなよというふうな看板でも書いて、みんな追い出した方がいいんです。これで出家環境を作らなくちゃあかんです。出家っていうのはこの頭そって心も切ることじゃないんです。食世間から離れることなんです。純粋裸の命になることなんです。ただ生き物になることなんです。それで自分の部屋で食べるものを全部運んでください。あ、もう一つ忘れちゃった。普段食べる食事一つ選んでください。三食食べる人は朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんの一つ選ぶ、熱食の場合は一つ選ぶとか、四食五食の人は置いておきましょう。でそれで朝ごはんでも昼ごはんでも晩ごはんでもいいんだけど、その時食べるものは全部テーブルに用意しておく。
味噌を飲むならば水も用意しておく。途中で お醤油かける計画だったらお醤油も入れておく。胡椒もかける計画だったら胡椒も入れておく。お茶も飲む計画だったらお茶も置いておく。要するに全てマス揃ってもらう。揃ってもらったらそれから瞑想始まります。まあオスオスとか何とか言ってドア閉じてそれから座りますね。まあしゃがむしゃがむしゃがむ座ります、座りますと座ってください。それから両手を膝の上に置きますね。それ十九条件、置きます置きます置きます、名詞使わない。そこでも食卓の前で全部きれいに並んで自分好きなように並んで整理してありますね。当然一番前にあるのは、まあ、お箸ですね。じゃあ一個だけ説明します。あの箸を取る仕事だから駒を動けてやるんです。箸を取る仕事で、で上げる上げる上げる、伸ばす伸ばす伸ばす、取る取る取る、その仕事を完了。それから箸を挟まないと何も取れませんね。で手で取ってから挟むんだからね。それから挟む仕事、挟む挟む挟む、それでその仕事を完了。それから何か食べるものを取るんですね。その場合は伸ばす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 、取る取る取る、その仕事終わった。それから運ぶんです。運ぶ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 、口も元まで運ぶんです。その仕事、運ぶ仕事終わりました。それから開ける入れる閉じる、口に仕事、食事食べるものを入れました。閉じたら閉じた、その仕事を一旦ストップするんです。ストップして手がこちらにあるんだから、下ろす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 、置く置く置くと箸を元に置いてください。元通りに。この瞑想厳しいんです。置く置く置く。それから手戻す戻す戻す、置く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 、手は元に戻すんです。それから停止させた口の中の仕事、順番です。口の中で噛む噛む噛む、味わう噛む噛む噛む、味わう噛む噛む、味わう、飲み込む。言葉はもうどんな通りでもいいんですね。噛む味わう味わう、噛む噛む噛む、味わうとかね。できるだけ全部噛んでください。知らんうちに飲み込む場合はこれやめてください。ちゃんと飲み込むと実況中継でやるんです。修行だからね、文句言わないでください。食べるとかなんとなく口にお腹でなく、まあ、何入りますよと、これはダメです。気づきがあって入れるんです。飲み込むで噛む場合の丁寧に感じながら味わいながら、噛む噛む味わう、噛む噛む味わうで飲み込む。ある人が質問してたんです。なんか美味しく感じますよと、美味しいって言ったら何が悪いんですかと。悪いんです。美味しいっていうのは妄想の働きなんです。食べるものの美味しいまずいっていうことはないんです。書く人の主観妄想なんです。私が美味しいという食べるものには他の人美味しいとは言わないんです。だからあくまでも妄想の結果なんです。科学じゃないんです。だから美味しいという感じは使いません。もし美味しいと感じてしまったならば美味しく感じていると言ってください。そこでみんな失敗しているのは美味しいではなくて、
それは別な法則なんです。人間には草は食べられないんですね。あの笹の葉っぱも食べられませんね。ゆかりの葉っぱも食べられませんね。それ食べてみるとまずいんです。いわゆる自然法則が、遺伝子がこれ食うなよと、私には分解できませんよと言ってるだけなんです。それで焼き芋を取って食っちゃうと、お結構おいしいねこれはと。それはおいしいではなくて、細胞たちがこれなら分解できますよと言ってるだけなんです。ですから鳥たちには昆虫がおいしいんです。昆虫皆さんは食べてみてください。何の味もないんです。と言ったって私は食べたことはないんです。何の味もないことだけは知ってます。で、虫食べる鳥たちもいるでしょ。虫も味がないんでしょうね。例えばミミズ取って食べたりすると、ミミズにはどんな味ですかね。でもその生命体にそれは美味しいんです。で、わら食べるでしょ。牛は人間から見ればわらって食べられないで、美味しくないでしょうね。まずいでしょ。でも牛さんがよだれ垂らしながら食べているんです。だから動物より成長しましょうよ。人間という種にチキンやら豚やらね、牛肉やらご飯やらじゃがいもやら、もうさつまいもやらね、キャベツレタとかね、いくつかの食べ物は食べられますよ。そんなに幅広くはないんです。人間食べるものはすごく狭い範囲なんです。で、中国人が反対するかもしれませんだけど、で狭い範囲のものなんですよ。だからそれは美味しいと感じるのは、美味しいではなく体に合う、それだけなんです。だから例えば焼き魚が好きな人を見て嫌いやっていう人もいますよ。なんで？その人の体に合わないんです。それだけ。だからこの美味しいと言わないでください。まあね、ちょっと雑談になりましたけどね、噛む噛む味わう、噛む噛む味わう、味を感じる、そこまでは 100% の正しい客観的な事実なんです。全ての生命に共通する事実なんです。味を感じる、その味が体に合うならば、肉体に合うならば、その人はバカだったら美味しいと言う、それだけ。で、だから味わう、飲み込む。それでワンセクション終わったでしょ。相当仕事量なんです。実況中継でやると、それ終わったらもう一度手上げる上げる上げる、伸ばす伸ばす、取る取る取る、挟む挟む挟む、それから伸ばす伸ばす伸ばす、取る取る取る、運ぶ運ぶ運ぶ、開ける入れる閉じる、戻す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 、置く置く置く、戻す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 、置く置く置く、それから噛む噛む噛む味わう、噛む噛む味わう、噛む噛む味わう、飲み込む。で、次のものを食べるんです。ここで注意点は、魚を取ると名詞使えません。ご飯を取ると名詞使えません。目にあるのはホモセーピエンセーピエンたちに食べられるものです。だからただの食べるものです。そこでラベル貼っちゃうと妄想の世界、
焼き魚が体に白身魚って言うんですか、白身魚がすごいコレステロールにいい、いいかどうかよく分かりませんけど、私はいい加減で喋ってますけどね、白身魚の方がコレステロールが少なくて健康にいいとかね、牛肉食べるならば和牛の方が一番最高やとかね、これって全て頭いかれてる病気な人々、妄想の世界、瞑想の世界なんです。ただの食べるものなんですね。動物の言葉で言えばただの餌です。キャベツであろうとも、ジャガイモであろうとも、だからそれ言わない、取る、運ぶという感じでやってください。途中でお茶飲む時でも水飲む時でも同じく伸ばす伸ばす、取る取る、運ぶ運ぶ、入れる飲み込む、入れる口の中に、ね、入れる飲み込む、で運ぶ運ぶ、置く置く置く、そういう感じで食事をしてみてください。45分かかるということも意味わかると思います。45分はかかる。でもこれは純粋な悟りに達する瞑想なんです。修行者は誰でもやるんです。ブッダの時代から。だから偉大なる聖なるアラカンたちも実践した瞑想そのままなんです。だからすごい尊い気持ちでやってみてください。そこで知恵が現れてくるんです。今までいかに苦しんで食べたのかと、いかに欲で傲慢で見栄で食っていたのかと、体に合うか合わないか関係なく見栄で食べている、アメリカ大統領もこれ食べてるんだから私も食べましょうとかね、そういう人間なんですよ。もうあまりにも無知なんですね。誰か何だらかんだら丸々の有名人がよくこれこのラーメン食べて、このお店でラーメン食べたことテレビで見たんだから、じゃあ行きましょう言って、もう1キロぐらい並んで、ただのラーメン食うために並んでるんですね。だから恥ずかしく感じないんですかね。どこでもラーメンだからね。そんなラーメンにはもう天国から味を持ってきて味付けしているわけないでしょうね。それだったら人間に食べられないでしょうね。どこいでね、豚骨ラーメンとか塩味噌ラーメンとか。だからいかに自分がもう脳みそが抜かれたアホみたく生きてきたのかっていうことが見えてくるんです。それ知恵なんです。食べるものに対してもこれから余計な悩み苦しみ探し求めることはしない人間に自動的になるんです。口に入るもので十分やということになるんです。それで健康のためにあれこれと選ばなくてもいいんです。今宇宙法則で食べてるんだから、食べたものから体が全て必要なものを取るんです。問題はないんです。例えばある修行者に3日続けて白いご飯しかなかったと、全然病気にならない。瞑想で食べたならば、でも瞑想じゃなくて妄想するでしょ。ああまあしょうがない、まあ修行中で白いご飯しかない、修行終わった途端まあもう焼肉とご飯食べますよ、あれは病気でしょ。もう体が壊れますよ、病気になります。肉体もだって体にいってるんだから、この心が食べるものを処理するでしょ。心にいってこれはろくなものじゃないよと。だから心もろくなものだい、もうゴミ処分するような感じで処分するんだから、体にゴミが入っちゃったような気分になるんで、それ何のこともなく戦略捨てて、おいしいまずい捨てて、運ぶ取る入れるカムカム味をでやったら全然問題は起きません。
これは神秘でも迷信でもなく、ヴィパッサナ瞑想っていうのは副作用ゼロの唯一なものなんです。世の中にある全てに副作用あるんです。ヴィパッサナ瞑想ではないんです。だから瞑想で食べてみてください。ものの見事に健康になるんです。それ言っちゃうと、ああ健康になる、じゃあ私もやると、ただアウト、横はダメなんです。下脱するになる、達するために瞑想してください。はい、そういうことで、食べる場合はね、まあ、その瞑想をやってると、それで見えてくるんですね。 いかに欲で食べたのかと、焦って食べていたのかと、体にもう負担になるように食べていたのかと、わがままで食べていたのかと、あるいはもったいないもったいないと食ってしまった のではないかとか、いろんなことを見えてくるんです。あ、これは高価なもの、これは高級レストランのシェフが作ったカレーですとかあるんで、なんかどこかのホテルのシェフが作ったカレーという最近見たんだけどね、ただ食べてみたら、ただの日本のカレーなんですけどね、あれ看板で食べている、看板食っちゃえばいいでしょうね。だから我々はいかに煩悩によって操られているんですね。妄想に操られているんです。幻覚に操られているんです。それがなくなります。それで食べるものってそんなに執着する必要ないんだと。しかし食べることって結構苦しいことやと、めんどくさいんだと。なのにそれやらなかったら命は成り立たないんだと。だからそれでも苦労して苦労して、なんで食ってるのかと、なんでものすごい神経使って料理作るのかと、肉体に対する愛着なんですね。そういうところは見えてくるんです。それで食べる瞑想は終了です。あと今日 の、 ご指導ではちょっと省略されてたんですけど、食べる瞑想の時に食べる瞑想の前の言葉ありますよね、うん、あれはやっぱり唱えた方がよろしいですかね。まあ、食べることが瞑想であるならば別に取れなくてもいいんです、だけど瞑想しないで普通のいろんな修行いろんなことやってる場合でも食べますから、これ必ず前に唱えるようにしているんで、忘れないように。食べること自体が瞑想になってるんだから、まあ、別になくたってもよろしいと、大体ない方がいいと思いますね。むしろ、うん、瞑想としてやる場合は初めからすぐ瞑想に入る、うん、なぜならばこの肉体の修復するためにいただきますと言っちゃうと、なんかちょっと合わないんですね、瞑想と、うん、それはまあ普通食べる時のアプローチであって、瞑想すると食べるってことやってないんです。伸ばす、取る、運ぶ、噛む、味わうっていうことやってるんだからね。